どうもタブヤンです。今回は単発実況燃えろジュニアバスケットを攻めたいと思います。ジャレコさんの1988年のファミコンソフトですね。2on 2って書いてますね。2人4人でバスケするのかな。2人ずつでメニューを選んでください。ワンプレイヤー、ワンオンワンもできるのか。2オン2の方が面白そうだな。2人でね。プロフィールを見てみようか。ドク8人のリーダー格、パス、ドリブル、シュート全てに安定している。あ、ドクいいな。ドク取らせてもらおうかな。プロフィール、ジャマー、ゴールした、あ、ゴール下でのディフェンスが得意で、守備は彼に任せれば安心だろう。スピードプレーは苦手。バービー、女の子だが毒に負けない技術を持つ。オールラウンドなプレイヤーで男の子にも負けない。バービーね。プリティフェイス、プリティフェイスってあだ名なんだろうね。長身でゴール真下からのシュートが得意。ドクのライバルでプロの選手を目指している。おお、レイアップシュートってやつですか。ボンバー、足が速くロングシュートを次々に決める。リバウンド争いは苦手。あー、ボンバー、なんか女の子っぽいけど男なのかな。ボンバーっていう名前がなんかね、ボンバーマンボンバーマンじゃない、ボンバーガールなのか。マンっぽいな。ザップ、ボールを持ったら一気にロングシュートを決めてしまう。ディフェンスは得意ではない。ディフェンス苦手なやつ多いな、こういうストリートのやつそれ偏見ですよレグス、足の速さでは誰にも負けない女の子。あっという間にゴール下へ走り込みシュートを決める。おー、足が速いんだレグス。ウィズ、シュートは苦手、その他のプレーは安定している。頭がよくパスの魔術師と言われている。こういうウィズみたいな選手は5人バスケだったら結構ねいいんじゃない。足と手長いなこの人はい、ということで誰にしようかな。私はまあずるいと言われようが、なんかリーダー格のドク、ドク取りたいですね。あ、順番に決めるんだ。誰かコンピューターは勝手に選ぶんだね。じゃあバービーにしようかな、女子。あとレグスが足が速いって言ってたよね。レグスにしようか。誰だろう、ウィズ。オッケー。試合方式は25点、 10でいいか。10っていうのは点数のことかな。試合形式、 L アウト、ダブルアウト、よくわからん。コート、イースタン、ウエスタン、わからん。ウエスタン、ジャマー、ウィズ、レグス、ドク、いきましょう。私、あ、打つの？あ、 B ボタン、あー、 B ボタンがシュートっていうのが分かりました。あ、先行後攻決めてんのこれ。ジャマーとウィズの先行、相手チームがね。おい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 、行こう。 A ボタンでディフェンス、 A ボタンディフェンス、ディフェンス、ディフェンス。あ、じゃじゃー、おお、アウトオブバウンズ。で、どうなんの？これ一回後ろに戻らないといけないんだ。はあ、ははあ。で、シュート。え、あ、ちょ、ちょ、ちょ。あ、一回戻らないといけないの？で、戻ってからパス。あ、カットされた。うえー、かっこいいじゃん。1点やられた。
どこだ味方。あ、また取られた。いやー、どんどん決められる。何これ、難しい。10点勝負なの。自分でシュート打ってみるか。あ、取られた。うわー、やりたい放題やられてる。はい、あ、またカットされた。うわ、1点ぐらい取りたいな。はい、シュートシュートシュート。いやー、カットできず。え、セレクトスタートと関係ない。 A と B しかないしな。シュート、あ、やった。でもスリーポイントとか関係ないもんね。1点取りましたよ。1点。あ、チャージング、どっちが。ああ、ちょちょ、カットカット。あ、一回戻らないといけない。はいはいはい。いやいや、戻るときにも取られるんだ。マジか。一回戻る。あー、それ戻るときに取られる。おい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 、一回触ってから、ここパスして。私のファールか。いやー、カットカット、オッケー。一回戻って、あー、カットさ、完全に狙わ、間入られてたのか。難しいバスケット。一人でかわして、これフェイントでかわすのが難しいな、これ。あ、ダメだ。一回戻って、あー、カットされた。んでやー、難しい。あ、戻らないといけない。はい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 。こっちゃ、あー、と通ればチャンスだったんだけど、ちょっと通れないわな。おい、フリーになってるぞ。一回戻って、一回戻って、一回戻って、一回戻ってからの、これマークされてんだよね。ほら、シュート。よーし、だんだん慣れてきましたよ。2対5。これ1人行った方がいいのか。2人とも行ってどうすんだ。 B ボタン。あ、取った取った。よし、チャンス、これ通った。よーし、追いついてきたぞ、実力。もう一回、よーし、1点差。10点取れば勝ちでしょ。慣れてきたよ。どんな問題、この対応力。あー、4対6。一回下がって、一回下がって、一回下がってからの、味方が、おー、来た。これはいい。あの身長でダンクできるんだ。うちのチームも。あ、一人で抜かれたの嫌だよ。オッケー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 。カットした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 。あー、取られた。うわー、そっからシュート。うーぞー、入ったー。勝ちたい、この試合。ストリートだけど、あれ、味方がどっちか覚えてないんだよね、あんまり。結構似てるんだよね。カットカットカット。オッケー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 。あー、取られた。ロングシュート打って、よーし、1点差。まだ分かりませんよ、これ。あの、でかいうちの毒。ああ、あんなとこドリブルされた。いや、もったいない。今のは止めないと。ああ、なんでパスした、なんで今。いや、今のずるくない。ずるくないかい。もうこっからシュートだ、この野郎。入らない。もう一回シュート。よし、ここもうゴール前でディフェンスしていこうかな。これジャンプしてカットってどうするんだろうな。あー、負けた。最初0対5ぐらいだったもんね。ジャマートウィズの勝ちですか。いかがだったでしょうか。2 on 2 燃えろジュニアバスケット。
バスケットゲームはね、もっとなんか進化するような気がするな。ファミコンで一番大好きなバスケットゲームはちなみにね、私個人的な話ですけど、エキサイティングバスケットですかね、コナミさんの。ちょっと消化不良でしたけど、何試合かこなせばね、うまくなるかもしれません。それではまた次のレトロバスケットゲームでお会いしましょう。 B リーグもやってますしね。それではまた、さよなら。